皆さんこんにちは。今回はですね、ハイエースワイドならではの便利グッズを紹介したいと思います。その便利グッズとはこちらです。じゃん、新シェイド。横に長すぎて画面に収まりきらない。これはですね、まあ、シェードです。こうね、テレレレレー、これフロントガラスに取り付けて日光をね、遮断する、遮ってもらうためのシェードなんですけども、一体なぜこれがワイドならではの便利グッズなのかを紹介していきたいと思います。ぜひ最後まで見ていってください。 Here we go。 さあ、まずは新シェードを取り付けて圧倒的に便利になった取り付け後の状態をご覧ください。こんな感じです。実際にシェード出してみましょう。ここのフックを外してピロロ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 ロンって、よいしょ、これだけね。超簡単だったでしょ。次に僕がね、以前からおすすめしているアイズっていうメーカーの、マルチシェードですね。これの取り付け状況をご覧ください。こんな感じです。これがね、一人でやるのにはね、すごくめんどくさい。そしたら向こうにね、乗り換えないといけない。こんな感じ、いちいち運転席と助手席乗り換えてあげないとつけられない。これちょっとめんどくさかったんですね。このようにですね、このアイズの、マルチシェードってすごく断熱性能が高くていい商品なんですけれども、吸盤でね、窓に留めていかなきゃいけないっていうやり方で、しかもワイドの場合って横が長いから運転席側から1回でつけられないんですね。運転席の方をセットしたら助手席側に移動してもう一回車に乗っかってピッ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 ってこう貼るみたいな作業をするんですけど、これが実は地味に大変で、本当真夏だとね、これつけるだけで結構ね、大汗かいちゃったりするんですよね。それで、まあ、ずっとね、ちょっとね、これめんどくせえなって思ってたところに、この新シェードっていう新しいシェードを見つけたのでね、早速購入してみたという次第でございます。さらにね、このアイズのシェードね、取り外すときは、まあ、こうビビビビって引っ張れば吸盤が外れてポロポロってこう取れるんですけれども、その時にやっぱりね、吸盤を止めている生地の部分がね、破れるんですね。これって長く使っていくと必ず起こるんですけども、今回に限ってはなんと買ってからたったの1ヶ月で破れちゃったんですよ。これさ、結構なお値段するのにわずか1ヶ月で破れるとかってなると、かなり心が折れる。さらにですね、僕ね、このアイズのシェードってもう2枚目になるんですけど、最初に使ってたやつもだいたいね、2年目ぐらいから吸盤がね、壊れ始めちゃうんですね。吸盤の部分が破れちゃったりとかし始めるので、常にこう、まあ、吸盤を交換したりとかっていうメンテナンスをしなくちゃいけないっていうのも実は結構めんどくさいなと思ってるところです。で、断熱性能は圧倒的に高いので悪いものではないんですが、やはり夏みたいにね、毎日つけたり外したりつけたり外したりってことを繰り返すってことを考えると、結構作業が手間だったなと思ったので、そこでまあ今回ね、この新シェードっていうのを購入してみたわけですけども、実際最初に見てもらった通り、ものすごい使い勝手はいいです。ではここでその新シェードね、画面に収まらないぐらい横に長い新シェードですけども、これの取り付け方法をご紹介していきたいと思います。 Here we go。 それでは取り付けていきたいと思います。まずね、これね、向きがあります。ここにロールをね、解除するボタンがついてる、ポッチがついてるんですね。これが運転席側に来るようにセットします。そして次にここね、についているこのパーツをね、一回分解するんですね。これをサンバイザーのここの L 字の金具の部分に
はめるという作業をやっていきたいと思います。細かい部品なんでなくさないように気をつけながら慎重に作業をねしていきたいと思います。多分こんなやり方で合ってるはず。ここね、ここバイザーの形に合わせて溝が切られているので、ここに合わせてはめます。はめます。意外とうまくはまったかも。意外と簡単につけられたかも。そしたら今度は逆サイをね止めていきたいと思います。こうですね。ここもまたこのように溝に合わせてこの金具を合わせてあげると。よっ、できました。はい、こんな感じで完成しました。超簡単、超簡単に取り付けてきました。実際にシェード出してみましょう。ここのフックを外してビロロ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 ロンってよいしょ。これだけ、たったこれだけの作業というかね、操作だけでバシンと、ちょっとまあミラーがある分少したるみはありますけれども、まあそれでもこんな簡単にねシェードがつけられるようになります。戻す時もここのボタンを押すだけで自動巻き取り、自動巻き取り式ねで戻ります。でパッチンパッチンと戻すだけでシェードが閉じるという優れもの。これで非常に簡単にいつでもシェードをつけられるというのはすごいすごいメリット、超絶おすすめ。以上、新シェードの取り付け方法でした。さあ、いかがでしたでしょうか。今回ご紹介しました新シェードね、ご覧いただいた通り、とにかくそのシェードのね開け閉めというかさ、出し戻しっていうのがもうめちゃくちゃ簡単になったので、これでまあ毎回ね買い物行くたびとかにもねこう簡単に日よけを作れるんじゃないかなと思います。ただし当然ですけど断熱性能っていう部分では全然ないので、真冬の車中泊するときなんかは今度はまたアイズのねシェードを使ったりとかっていう形で、状況に応じて使い分けをしていきながら使っていけると、これ最高に便利なんじゃないかなと思って今回ご紹介しました。新シェードでした。概要欄に商品の URL を貼ってあるので、よかったら覗いてみてください。それでは今日の池さんの便利グッズ紹介はここまで。バイ。Dude, that father is 10 men permed!